アイオイ日清同話損害保険株式会社は日本の損害保険会社である MS&AD インシュアランスグループホールディングス参加の完全子会社アイオイ損害保険株式会社と日清同話損害保険株式会社が2010年10月に合併して誕生した同グループの三井住友会場火災保険株式会社とは MS&ADHD の下に併存する形となり、商品も2社で1つの商品を販売するなど合併に近い機能を別再編という形態をとっている。合併後も、トヨタグループ及び日本生命グループとの提携関係は維持されている。なお、あいおい損害保険は、野村証券系列の大東京火災会場保険と、トヨタ系列の千代田火災会場保険が、 日清童話損害保険は、岡崎財閥系列の童話火災会場保険と、日本生命系列の日清損害保険とが、それぞれ、2001年4月に合併して誕生した会社である。2013年10月からは三井住友会場火災保険や三井住友会場愛 o 生命保険との間で機能別再編が行われている。機能別再編により、 トヨタグループや日本生命グループとの提携関係が強化され、地域密着型営業を行う事業会社となった。緑会の会員企業である。なお、自賠責保険、地震保険など、タフ、タフビズシリーズを名乗らない製品がある。グループ会社である三井住友会場にも共通ブランドの g k シリーズがあるが、個人向けのみでかつ。 介護保険は別ブランドで展開するという違いがある。ありがとうございます。